皆様こんにちは。参議院議員の山谷恵理子でございます。12月の1日から3日まで、台湾に行ってきました。主な目的はですね、12月2日に、台湾の皆様への感謝の気持ちをですね、私たち日本人として伝えたくて、孫文記念館という、ホールでですね、記念館にあるホールで、2200人ぐらい、台湾の皆様が、お運びくださいまして、一部は東日本大震災の本当に被害と、それから今復興に向けての歩み、それから親を亡くされた学生からの気持ち訴えとですね、それから2部が日本の古くからある十二人へ、その置き付けのデモンストレーションといいますか、台湾の人はもう初めてこの十二人への置き付けを見たということなんですが、一つ一つ丁寧にこう積み重ねていく、祈りの心を持って積み重ねていくというですね、それが日本文化の本質ですね、なんていうふうに受け止めていただきまして、よかったなというふうに思っております。それから第3部がジュディ・オングさんが北京語と台湾語と日本語で歌とお話をしてくださいましてですね、最後はみんなで、台湾の人と日本の人とでこう日台の友好が深まりますようにという、ジュディさんのお父様が翻訳をした歌詞で、みんなで歌いながら幕を閉じたというような構成で、やってまいりました。大変な人気で、会場に入れない人がリハーサルを見せてほしいって、でじゃあリハーサルをどうぞなんて言ったら7000人も何か応募があったということで、もう本当に私たちは感謝の気持ちで行ったのに、逆に台湾の皆様からまた励まされたなというふうに思っております。台湾は東日本大震災に際して200億円を超える義援金、国地域でですね、もうダントツの金額、もちろん金額の大きさではないとおっしゃられる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、でもその金額に込められたやっぱり熱い日本への思いというものをですね、私たちは何としても感謝の心で伝えたかったんですね。で当時の菅総理はですね、いろんな国々に感謝のメッセージは出したんです。新聞広告などを含めて、アメリカやイギリス、ドイツやフランスや中国、韓国、ロシア、しかし台湾に向けてはなかったんですね。で私はおかしいと思いまして、国会の場で松本外務大臣に、どこの国地域が一番たくさん義援金をお寄せくださいましたでしょうかと聞いたんですが、松本当時の外務大臣はですね、集計していないから分かりませんというのはですね、非常に冷たいこう態度で、しかも最も義援金をお寄せくださったところに向けての総理のメッセージすらないというですね、本当にこれでいいんだろうかという思いで、民間の有志が立ち上がって、私が催し物の団長として行くことができたということでございます。世論調査なんかしますと、最近の日本と台湾は最も良好な関係だという日本人が9割を超えていますし、それから台湾の世論調査では最も好きな国としてもう一番日本というふうに挙げてくださってるんですね。でお年を召した方で日本語を話せる方はたくさんいらっしゃるわけですけれども、最近は若い方でに日本語をしゃべる台湾の若者が増えてまして、どうしてかというと、高校で第二外国語を必修にする、第一外国語は大体皆さん英語で、第二外国語で90何%日本語を学ぶということでありまして、私も空港にこうやって着きましてね、台湾ありがとう、シェシェ台湾、それから日本頑張ろう、日本じゃよって言うんですが、台湾の皆様こんにちは、台湾ダークウェペンヨダージャンハオ、シェシェ台湾、
日本じゃよというですね、そういうあの言葉がもう本当にですね、あの台湾の中で息交わされているということを、まあ、嬉しく思いました。でそうした一方でですね、あの台湾は来年の1月14日総統選挙なんですね。今総統なさっている国民党の馬英九さんと、それから民進党の蔡英文さんという女性の方とはもう本当に接戦でありまして、まあ、台湾の選挙というと過去にですね、96年には中国がミサイルを発射したりですね、あの、まあ、いろんなことがあったわけです。あの陳水扁さんへのこの暗殺未遂とかですね。ですから今も台湾の皆様に聞くと、とにかく民主的に平和にあの選挙が行われてほしいと、なんかもう国際監視団のようなものをですね作ってほしいぐらいだというような訴えも聞きまして、あの本当に地政学的に台湾があの置かれている場所ですね、それから中国のいろんなこう圧力、まあ、経済的には嬉しい面もあるのかもしれませんけれども、あの複雑なあのやっぱりあのところにいらっしゃるなというふうにあの思いました。あの久々に故宮博物館に行ったんですが、もう以前の故宮博物館とはもう様変わりで、もう中国の観光客の方もうわーもう玄関入り口も階段もう本当にものすごい人待ち時間なんですね。あの一番人気 の、 あの白菜にキリギリスが止まっている、まあ、あれを見るためにものすごい時間を待たなきゃいけないというですね、状況になってきておりましてですね、あのそれがいいようなですね、あるいは何か複雑な思いをまた持たれている方もいらっしゃるというような状況で、本当に平和とあの繁栄というものをあの台湾の中で、追い求めていくというのはあのなかなか大変なことだなというふうにあの感じて、まいりました。もちろん日本だってですね、あの本当に状況はですね、よもの海波高しでありまして、あの先日も五島列島のところに中国の漁船があの侵犯してきましたけれども、あの五島列島の男女群島鳥島というところなんですね、その近辺なんですね。でそれ EEZ の根拠の島になっている一つの中岩というのがあるんですが、やっと今年名前が付けられたところなんですけれども、まあ、その付近とかですね、まあ、今年になってからも何回もあったということで、ございました。まあ、私がもうずっとここのところ EEZ99 の、 あの根拠になっている島に早く名前をつけて日本の標識をあのつけないと奪われてしまうのではないかと、日本は海兵隊のような組織がありませんから、奪われた時にすぐあの行って取り戻すということが、まあ、できないですから、そういう装備をすることも大事ですし、島に命名をしてきちんと日本の領土として守っていく形を作っていくということが大事だと思います。99の、まあ、排他的経済水域の根拠になっている島、まだ39名前がついておりませんけれども、本当に来年の1月末ぐらいまでにはその39全部につけたいと、海洋部の皆さんが頑張っていらっしゃるということで、まあ、それはそれでありがたいというふうに思っています。それから竹島に関しましてはですね、先日もまたですね、あの防波堤を、まあ、作る、水中公園を作るというようないろんなことで、まあ、日本は抗議をしたんですけれども、向こうの韓国の次官がですね、そのようなあのことはあの日本の抗議あの受けるに値しないというような意味の発言をしたということを、まあ、向こう側の韓国の聯合ニュースに載っていたんです。でつい昨日私たち領土議連を開きまして、外務省の人間にこんな発言させていいのかと、きちんと協議をしてくれと、で実際はどういうやり取りを日本と韓国の間でしたのだというふうに言いましたが、まあ、それは外交のことですので、説明できませんというような、まあ、木で鼻をくくったようなですね状況だったんですね。でも領土議連超党派です、自民党民主党、
怒りましてですね、自民党政権の時はよほど機微にわたることは別にして、そのような向こうの報道があることに関してはきちんと日本の外務省が説明をしたんですけれども、そういうようなことがない。でそうするとですね、韓国の主張が日本は認めているというふうに韓国は受け止めてしまう、そしてそれを国際社会に発信してしまうということで、本当に日本の領土が脅かされるわけですから、日本の外務省はですね、韓国をかばうようなことをしないで、日本国の外務省ですから、きちんとしたことを国会議員に説明すべきだというふうに思います。昨日もそんなやり取りをしてまいりました。とにかく一見平和なようですけれども、しかし本当にいろんな波が高くなっている、そんな状況の中で、ご先祖様からお預かりした領土、そして、日本が古来から建国の頃からの願いであります平和、これを守り続けたいと思っています。